どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回のいつか公開 FX の添削の窓ですけども、添削の窓っていうねコーナーになってしまいましたけども、いただいたご質問に回答して、その回答をまとめた文章を今送ってもらって読んでるところなんですけども、やっぱこういうやり取りをねしていくことが、コンサルというやつでね、自分の力の足りないところをこう補填してですね、さらなる目標に向かっていくときに非常に大事になってきます。特に、FX を今回扱ってますけども、FX の実力ってみんな相対関係にあるんですよね。つまり FX の力が3の人と5の人と10の人がいるとするじゃないですか。3の人って10の人から学ぶこともできるんですけども、できればね、5の人から学んで少し差を詰めていくっていうのが結構ね、ペースとしてはやりやすいです。もちろん、10の人から教わって実力を5とか6にするっていう方法もあるんですけども、10の人っていうのは10の景色から見えていくもの、これによって評価しますから、やっぱり指導力がね、あんまりなかったりとか、なんかサポートがね、そんなに細かくできない方っていうのは、割と10の景色から見える7とか8の力向けの、7とか8とか力を持ってる人向けのアドバイスになりがちなんですよ。ですんでいつもね、基本に戻って、細かいところから、今の、あなたのレベルだとこれだよと。でももうちょっとレベルが上がってたらこうだよ、みたいな形でね、やっぱりこう、2の手3の手の形で指導していくと見えやすいのかなと思うんですよ。単純に実力が3とか5とか10っていうのは測りにくいわけなんですけども、大体ですね、FX の場合はいくらくらい稼いでるかなっていうのと、あとはね、稼いでる金額が明確にわかんない場合は、やっぱりこう、アウトプットの回数ですよね。アウトプットの回数が多いと、この人は FX が好きなんだな、人に伝えたいんだなってことは、それはわかるじゃないですか。ですんでね、自分が何も言わなかったらコンサルの先生が何も言ってくれないとか、FX の相場解説にしても、なんかね、めったに相場解説の動画を送られてこないっていうのは結構不安だと思いますし、そういう方はね、自分で力があっても人にお伝えしたいなって溢れる気持ちがないっていうふうに考えた方がいいかなと思っています。というのがね、私の FX の、経験でも、FX 得意な人は何人かいるんですよ。でもね、聞くと答えてくれないんですよ。それが力がないわけじゃなくて、いや、伝え方がちょっとね、苦手なんだよねってなるんですよ。で、これはね、FX の上級プレイヤーに多いんですけども、そもそもコミュニケーションが下手だから FX に来たっていうところがね、結構多いんですよ。だって、集客したり、商品の説明をしたり、販売をしたりっていうのから避けたいわけですよね。で、行くところが投資になってきて、投資はたった一人でこっそりできますからね。で、FX っていうのが投資の、一丁目一番地になりますんで、それから取り組むと、稼げるようになったから、FX でずっとコツコツやってんだ、みたいな方がいてね。だからね、FX の力が強いからといって、人に指導する力っていうのはまた別なんですよ。サポートしたいっていう、そういう風な気持ちって別なんですよ。だからもともと塾運営してて、人のサポート好きっていう人が FX の力を身につけると、これはうまくはまるんですけども、やっぱこうしてみるとね、そういうことが苦手、サポートが苦手、人と関わりたくない、一人でやりたいって人が FX を覚えて FX が上手になると、なかなかね、教えてくれないんですよ。というのが、伝え方がわかんないんで、誤解させちゃうかもしれないから、ごめんねってなっちゃうんですよね。で、最近でしたら私の FX オリガルヒの塾生さんの中にも、目覚ましい成果を出す人がいるんですけどもね、ズーム対談はとにかくもうすみません、勘弁してくださいって形で、誰も受けてくれないというね。もうね、早くね、稼げるようになった人がポン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 出てくれればいいんですけどもね。その中でアウトプットを結構してくださる方が何人かいて、まだね、私はどう思うっていうところと、あと私がね、依頼してないところもあるんですけども、やってもいいですよって方はいるんですよ。だから徐々に、このいつか公開のコーナーでもね、紹介していきたいなと思うんですけども、今回はですね、Q&A を文章でいただいたんで、そちらの方から何点かお話したいと思います。まずね、質問が来てまして、経済指標については、多いとか少ないとかっていう週があるんですよね。経済指標。要するに材料です。材料についてはどういうふうに捉えればいいかなってことでご質問いただいたんで、私の回答なんですけどもね。材料ってね、むちゃくちゃ多いと、多ければ多いことで、バンバンこう、動きが激しくなるんですよね。で、それがテクニカルに吸収されちゃうっていうところがあります。ちょっと言い方が難しいかもしれませんけども、テクニカルってね、いわゆる、テクニカルで私たちは取引するわけなんですけども、材料が入ってくるとテクニカルが乱れるんですよね。だからそこを避けておきましょうって形なんですけども、材料が連発すると連発したで、それはまた一定の法則を書くんで、テクニカルが通用したりするんですよ。逆説的ですけどね。まあでも、めったにそんなことはないです。材料が集中して起きるってことはないように材料っていうのもね、こう分散されるところもありますんでね。まあだからね、経済指標については、まずは、あ、これは強い経済指標が来るなと思ったらそこを避けることです。じゃあ経済指標の強い弱いはどうやって判定すればいいのかってことなんですけども、それこそ上級者の指導を受けてください。これについてはですね、実力が3の人、5の人、10の人がいるとしたら、10の人はね、すごく細かい材料まで気にしてるんですよ。もしくは気にしなくていい材料を無視できるセンスがあるんですよ。でも実力が3とか5の人っていうのは、経済指標を見落としたりとかね、経済指標の強いやつが間違えてそんなに大したことなかったりとかっていうのがあります。たまに経済指標の強い時にポジション残したりとかしてね、撃沈食らって資金失いましたみたいなこともあるわけですよ。だからね、やっぱ安定してずっと経済指標の時に逃げている。もしくはそういう時にはそういう時用の攻略法を知っている。これがだから実力の高い人のことですよね。で、私のこうコンサルを今させていただいている方っていうのは、まあお一人なんですけどもね、この方もうすぐ卒業するんで、まあ予備校っていうかね、その後釜の希望の方にもちょっとだけコンサルの方をやってるんですけども、このコンサルに入ると、材料の時により大きく利益を上げる方法をお伝えするんですよね。で、材料ですから、そうならない時もあります。でも、これも同じように勝ち越しの理論なんですよ。材料の時に、だいたい7割ぐらい勝てるようになってくると、3割は負けて、負け金額がでかいんですよ。でも、7割は勝つんですよ。勝ち金額でかいんですよ。勝ち越し金額がすごく大きいです。だからそこがね、ボーナスみたいにボンボン、ボンボンと入ってくるんですよね。そういうふうに、まあ次の段階、次のステップも私の方では用意できますんでね。まあ、いきなりコンサルは無理です。まずは、普段の FX、足場を固めることです。で、基本的なテクニカルで勝ち越せるようになったら、次のステップとして、材料の攻略みたいなこともね、ありますんでね。そこまで来ていただきたいかなと思います。はい。でね、やっぱりいつも気にしていただきたいのが、FX っていうのはね、自分なりのシナリオをまず書くことなんですよ。そのシナリオが、根拠を持ったシナリオがね、結果を見てどうだったかっていう、その齟齬を埋めていくっていうのが、事後解説なんですよ。だから、相場解説はこれから起きそうなことを、まあ予想してシナリオを書いていくことなんですけども、じゃあことが終わった後どうだったのかなってことを振り返って、ずれてるところを自分の見識のちょっとまだ不足だっていうところでね、チェックしていく。もしくはチェックしていただくってことをすると力がついていきます。多くの方はこれを怠ります。何でもそうですけどもね、そうですね、走り幅跳びなんてのがあるでしょ。走り幅跳び。もうほとんどの人やってないでしょ。だからね、走り幅跳びを例にとるとむちゃくちゃわかるんですよ。走り幅跳びって、ほとんどの人がちょびっと経験するんですけども、じゃあ未だにやってますかってやってないでしょ。でも、走り幅跳びって、ちゃんとやってる人って、ちゃんとね、指導を受けてるんですよ。まずは、どういう風に走って、どこで、飛んで、どこで上体を反らしてみたいなね、イメージトレーニングをして、実際に、おいっていくわけですよね。だから、走り幅跳びでね、最初ね、用意ドンっていう、用意ドンっていうのは昔の表現ですけども、用意スタートっていう前に、自分がどう飛ぶか軌道をこうやってね、イメージしてるわけなんですよ。で、そのイメージ通りに飛べるかどうか、飛べるように技術をこう磨いていくんですけども、何回も何回も飛んでね。で、イメージ通り飛びました。その結果、走り幅跳びで、1メートル40がクリアできましたって言ったら、あ、自分は1メートル40をクリアできるフォームができたなと思うわけですよ。でも実力がある人っていうのは、1メートル60も飛ぶんですよね。じゃあ1メートル60を飛ぶためには、なんですかね、こう踏み込むところとかね、ジャンプにかける踏み切りのところのタイミングとか、その力加減とか、上体の反らし方って全然変わるんですよ。じゃあ上体を反らして飛ぶときに、上体を反らす柔軟さがないといけないから、柔軟体操もしないとねっていう発想になるんですよね。で、それを、まずイメージしてやってみて、ダメだったところを修正するみたいな感じで、細かい、体幹とかを変えていくみたいなことがあるんですよね。場合によっては食事も変えます。食事を変えることによって、しなやかで飛びやすい体もできるわけですよ。そういう風にしていって、終わった後に良かった悪かったのチェックをする。もしくはコーチにチェックしてもらって、ここが良くなかったよ、ここがいいよみたいな感じで指導を受けると、より次に飛ぶ時にイメージがしやすくなるし、そのイメージに自分の体を合わせやすくなるっていうことなんですよね。FX もね、まあ、どういうふうにイメージして、値動きが変わっていくのかな、どのペースで変わるのかなってことを、まずイメージするために私は相場解説をどんどんするわけですよ。そうするとね、私の場合はアウトプットするために自分の力が一番ついてるんですよ。で、アウトプットした後に必ず振り返って、まあ今回はロスカットは食らったけども考え方は合っていたよねとかね、今回は利益は取れたけどもちょっと勘違いしてるところがあったよねってとこに毎回気づけるわけなんですよ。でそれをずっとアウトプットしてるんですよ。だから私の相場解説毎日、まあ、少ない時で4回多い時で7回8回するわけでしょ。だからこのぐらい私はずっと自分のことを見てるわけなんですよ。自分のことを見てるのと同時にまだ自分のことがあんまり見えない方に対してここまで掘り込んで見ていったらいいよってメッセージを送ってるわけですよね。ちょっと言い方がだいぶ抽象的になってきましたけども、実際に相場解説を見ていただいた方がいいです。たった 2,3 分の相場解説が1日にね何本か投稿されてるだけですけども、そちらの方から拾い上げれるものってかなり多いと思います。というのが私はね自分と同じぐらいの力の投資家さんを見てるわけなんですよ。もちろん会ったことはありません。でもチャートの変化によってここは抜け駆けして、決済してる人がだいぶ増えたなと思ったら私も逃げずにそこでね決済するわけなんですよ。遅れたらもうね決済して、もう損が出るようになっちゃいますからね。はい、ちょっと長くなっちゃってすいません。単なる私のねたわごとになってしまいましたね。はい。でその他ですね、やっぱり足場固めですね。足場固めをきちんとすることです。足場固めは何かっていうとね、やっぱこう基礎用語をちゃんと覚えてますか、基礎概念をちゃんと覚えてますかっていうところから始まって、テクニカルをこれを人に説明できるレベルで自分が暗記してますかとかね、そういうことですね。これはもう最低条件です。これをした上で相場解説に入って自分が実際にデモでもいいから少額でもいいからやってみて、ことが終わった後にどうだったのかってことですよ。例えばねダブルトップが出た後にどういうふうな変化をするかってことをシナリオを第1仮説第2仮説まあ第3仮説まで書ける場合は第3仮説まで書いてみて、そのどれになったかなと。でどれにもならなかった場合はなんでその現実の動きに気づけなかったのかなってことを自分なりにこれで気づけなかった、ここは今だったら自己解説なら気づけるみたいなことでどんどん拾っていくわけなんですよ。自己解説でやったことが事前に分かるようにどんどんしていくと、それこそ相場解説の精度が上がっていきますよってことなんですよ。でもねやっぱ精度が上がるっつってもせいぜいね勝ち越せればいいんで、別に7割8割当てろってことじゃないんですよ。いつも言うように4対6もしくは51対49でいいわけですから、ほんのちょびっとね五分五分の傾きを取っていけばいいんですよ。はい、ということで今回の締めになりましたちょっとだけ勝ち越せるようにやっていけば、もうあとは資金が減ることはないんで、あとはずっとじっくりと毎回、やっていけますんでね、資金を入れながらでもお金は増え続けますよ。そこにたどり着くまでこの均衡を破るのがかなり難しいといえば難しいのかもしれないですね。だって9割以上の方が五分五分を抜けれずに退場していきますから。でも退場の原因は私は知ってますよやんないことですよ、やっぱりやってないんですよ、やっぱりね、やることですよ。はい、じゃあ以上でございます。お疲れ様です。